ジンバブエドル。ジンバブエドルとは、かつて、ジンバブエが発行し存在した、法定通貨であり、ジンバブエ準備銀行が発行していた、法定通貨であった。通貨の補助単位はセントで、1ドルイコール100セントとなっている。通貨の記号はドル、または他のドルと区別するため Z ドルが一般的に使用された。2015年に、自国通貨を棄し、 通貨発行が停止し、アメリカ合衆国ドルや南アフリカランドといった他の国家が発行した法定通貨での小取引が行われている。2015年には公式に通貨としての廃止が決定され、2015年6月から回収を開始し、同年9月には回収を終えた。ハイパーインフレーションによってほとんど価値を失い、2009年4月12日を もって発行が停止された。2016年現在、法定通貨として米ドル、ユーロ、A ポンド、南アフリカランド、ボツワナプラ、中国人民元、インドルピー、ゴードル、日本円の9種類が認められている。なお、街中で実際に使われているのは主に米ドルとランドである。2015年6月11日、ジンバブエ準備銀行は、 通貨としてのジンバブエドルを廃止、同時に 27.5K ジンバブエドル以内の銀行口座預金を5ベイドル、それを超える場合は 3.5K ジンバブエドルイコール1ベイドルの為替レートで交換すると発表した。同年9月の回収終了をもってジンバブエドルの歴史は正式に幕を閉じた。最初のジンバブエドルは一九八十年にローデシアドルに代わって導入された ローデシアドルと10日交換。登場当初ジンバブエドルはアメリカ合衆国ドルより価値が高く、カワセレートでは ZWD0.68 イコール1アメリカドルだった。しかしその後、ジンバブエにおけるロバート・ムガベ政権の経済政策の失勢から急速に通貨価値がなくなり、2006年7月26日にはカワセレートにおいて1イギリスポンドイコール100万。 ジンバブエドルにまで下落した。2005年10月、ジンバブエ準備銀行のギデオン後の総裁は、ジンバブエは来年新通貨に移行すると発表した。旧通貨は新しい紙幣と硬貨に置き換えられた。この総裁は、新通貨に新しい名前を付けなかった。2006年6月、新通貨発行にあたって、デイビッド・チャプリカ副蔵省は、 マクロ経済の安定化を成し遂げなければならないと述べた。2006年8月1日、デノミネーションが行われ、ジンバブエドルは3桁切り捨てられた。新ドルの補助通貨も、セントで、1ドルイコール100セントである。デノミと共に、政府は、米ドルに対して、通貨を60%切り下げ、交換レートを1米ドルイコール101、0009、ジンバブエドル。 101シンドルから250シンジンバブエドルへと変更した。このによって日の出作戦と名付けられた通貨価値向上キャンペーン一種の預金封鎖は問題を抱えていたものの2006年8月21日に完了した。この期間にマネーサプライの22%にあたる数十超級ジンバブエドルが新通貨と交換されることなく紙くずと化した。 その他の問題として、ほとんどの経済学者は、この動きは政治的なものに過ぎないと激しく非難した。彼らは準備銀行の劇的な方針転換なくしては、ハイパーインフレーションは収まらないと主張した。人々は古い紙幣を使い切るためにパニックになり、証券を買い漁ったので、ジンバブへの証券取引所の株価指数は世界中のどのマーケットよりも上昇した。 具体的には2006年6月から2007年6月で株価が3万9000%上昇した。これはジンバブエの物価上昇率よりも高い水準である。2006年12月12日、ゴノは銀行やその他金融機関に対して日の出作戦にという次の金融改革を2007年1月に発表するとメモでほのめかした。ただ、 そのメモが1月から新しい通貨を発行するという銀行に対するアドバイスだったのかどうか、このの事務所から直ちに確証を得ることはできなかった。しかし、ジンバブエ最大手の銀行の一つの最高経営責任者は、産業界は来月新しい通貨が発行されるという意味だと解釈した。と話した。また、新通貨の名前として、ショナゴデッドという意味のある、 相棒風が上がっていた。2007年2月2日、第3のドルが近いうちに発行されるということと、新しい紙幣についての詳細がいくらか発表された。2007年2月、ジンバブエ準備銀行は、インフレーションは違法行為だと宣言し、2007年3月1日と7月30日に、特定の必需品の値上げを一切禁止した。また、 当局はいくつかの会社の経営者を製品を値上げしたという理由で逮捕した。しかし経済学者はそのような招致が長期的に問題解決をすることは一般的にはあり得ないと批判した。2007年6月15日、経済学者のエディ・クロスが準備銀行は来週通貨をさらに3桁切り捨て、維持新人バブエドルイコール100万。 導入当初の旧ジンバブエドルにするという話がある。商業や産業は混沌が支配し、それらを担当する部門は反狂乱状態である。と報告した。2007年6月25日、アメリカの雑誌、フォーリンポリシーに、北朝鮮の北朝鮮ウォン、ソマリアのソマリアシリング、ベネズエラのボリバル、イラクのイラクリナールと共に、 世界で最価値が低い通貨に選定された。2007年9月6日、ジンバブエドルは、台米ドルで1200%切り下げられて、公式の為替レートは1米ドルイコール3万、ジンバブエドルに変更された。しかし、闇市での為替レートは1ドルイコール600、000、ジンバブエドルと推定されていた。年5月5日、ジンバブエは固定相場制から、 変動相場制に移行した。2008年5月16日現在で、1ドルイコール2億5600万ジンバブエドルとなっていた。2008年8月1日、再びデノミネーションが行われた。ジンバブエドルは10桁切り捨てられ、100億ジンバブエドルを新1ジンバブエドルにした。これに伴い、紙幣も刷新された。2009年初頭から、 米ドル及び南アフリカランドでの国内決済を可能にした。前回のデノミネーションからの半年後の2009年2月2日、一兆ジンバブエドルが新一ジンバブエドルになる12桁のデノミネーションを実施した。2009年2月18日、政府は公務員に対して米ドルによって給与を支払うと発表。これによりジンバブエドルは公式には流通しなくなった。 2009年4月12日、政府の経済計画改革大臣のエルトン・マンゴマは、最低1年間は、ジンバブエドルは流通しないだろう。現時点で価値を抑える早急な手立てがないため、新たなジンバブエドルの発行ができない。と現地の新聞に答え、政府として、ジンバブエドルの無期限発行停止を発表した。なお、一連のハイパーインフレーションと、 ジンバブエドルの度重なる通貨改革によって、5のは2009年、イグノーベル賞数学賞の受賞となった。理由は、1セントから100兆ジンバブエドルまでの幅広い額面の銀行券を印刷させることによって、非常に大きな数字にも対応できるようになるための、簡単で毎日できるトレーニング法を国民に与えた、ことに対して、ハイパーインフレーションと経済の崩壊は、 ジンバブエドルの貨幣価値を大幅に下落させた。21世紀初頭、ジンバブエはインフレーションを経験した。インフレーション率は2004年初期は624%で、2006年12月には1281.1%を記録した。もしこのまま方針を変えなければ、2007年末には10万を超えると国際通貨基金は予測していた。 2007年、いよいよインフレーションは、激しさを増し2007年4月には3714%前年比を記録し、月間インフレ率は100%を記録した。これは12ヶ月で40万を超えるインフレになることを意味する。2007年7月には、さらにこれを超える前年比7634.8%に達した。 2007年6月21日、在ジンバブエアメリカ合衆国特命全権大使のクリストファー・デルはガーディアン氏に対して2007年末までにインフレ率150万に達するだろうと語った。この頃の闇交わせレートは 1A ポンドイコール40万ジンバブエドルである。2007年7月13日、ジンバブエ政府は インフレ率の公式発表を一時停止すると発表した。評論家はこれは、先例のない経済崩壊を象徴する、青天井のインフレから、人々の目をそらすためだと表している。2007年7月27日、同年6月21日時点では、インフレ率は1万1000%くらいだろうとの推測もあったものの、ジンバブエ消費者会議は、 最近の6つの都市部の家庭1月の支出から計算すると6月はインフレ率13000%を超えていたとしている。一方中央統計局は2007年2月にインフレ率1729%を発表して以来消費者物価指数を発表していない。2007年9月、ジンバブエ準備銀行と 中央統計局は2007年8月のインフレ率を6592.8%と発表した。しかし、非公式な推定では2万を超えていると見られている。2007年11月27日、中央統計局長マファットニョには、これ以上インフレ率を計算することは不可能であると発表した。これは、基本的な物品が入手困難で、 インフレ率を計算するための情報が不足した目である。国連通貨基金によると、インフレ率は年間10万に達するだろうと予測されていた。2008年2月14日、中央統計局は2007年12月のインフレ率が66,212.3%だったと発表した。また、非公式レートは 1US ドル710万 z w d だった。 2008年2月20日、中央統計局は2008年1月のインフレ率が10万580.2%だったと発表した。2008年4月4日、ファイナンシャルガゼットは2008年2月のインフレ率は16万4900.3%だったと報じた。2008年5月17日、ジン・インディペンデントは大統領選挙のためにマネースサプライが急上昇したため、 2008年3月のインフレ率は35万5000%に達したと報じた。2008年6月26日、非公式ながらインフレ率903万に達したと報じた。2008年7月17日、インフレ率220万に達したと報じた。2008年8月、6月のインフレ率は1120万に達したと報じられた。 しかし実際のインフレ率は4000万で、7月のインフレ率は3億%、8月は6億だろうと言われている。2008年10月、7月のインフレ率は2億3100万だったと報じられた。2008年11月、非公式ながらインフレ率は年率換算で897外パーセントに達していると報じられた。

時は2009年3月25日、ジンバブエの中央統計事務所は2009年2月の物価は前月比マイナス3.1%でありドルだての物価が下落していると発表した。インフレ率を米ドルで推算すると常に下落しているという見解を示した。2006年2月16日、 政府のジンバブエ準備銀行のギデオン後の総裁と、ジンバブエ政府は、国際通貨基金への未払い金を生産するために、20兆5000億、ジンバブエドルを発行し、外貨を買うと発表した。2006年5月の初め、ジンバブエ政府は、さらに60兆ジンバブエドルを発行すると発表した。それに加えて、兵士と警官は300%、 その他公務員は200%の昇給を求めていた。それらの金銭は、その年の予算に組み込まれておらず、ジンバブエ政府は、どこからその金銭を持ってきたのか話さなかった。5月29日、準備銀行当局は、イリに対し紙幣を印刷するためのインク特殊用紙を確保するのに失敗したため、約60兆ジンバブエドル、公式レートで5億9290万部ドルの、 発行が少し遅れたと述べた。2006年8月末、マネーサプライの22%に当たる10兆9、ジンバブエドルが、新通貨への切り替えが行われず、紙くずと化した。2007年6月27日、準備銀行の後の総裁は、兵士の給料を900%、その他公務員の給料を600%昇給させる。 ために、さらに一丁ジンバブエドルの発行をするよう、ロバート・ムガベ大統領から命じられた。2007年7月28日、ムガベ大統領が、政府は、地方の事業の資金が足りないなら、いくらでも金を発行するだろうと話したと報じられた。2007年8月30日、50万の荷車と80万の牛クワと牛、 等数不明を購入するために3兆ジンバブエドルを発行したと発表した。この道具と牛は2008年の選挙買収に使われると言われている。2007年9月3日、ジンバブエの闇市場が価格統制にもかかわらず再び勢いを伸ばしていると報告された。以前月11米ドル、200万ジンバブエドルで雇われていた人々は、 闇取引を通して166米ドル、3000万、ジンバブエドルを手に入れているという。2007年11月24日、マネースサプライが58兆ジンバブエドル、闇レートで4100万 US ドルに達したと報告された。しかし、ジンバブエ中央銀行は1兆の2兆、ジンバブエドルしか現金を保有できなかった。これは、 一般に流通する現金が56兆から57兆、ジンバブエドルに達していたことを示す。2008年1月4日、マネーサプライは33兆から100兆ジンバブエドルに達したと報告された。さらに、20万ドル社兵の廃止は保留されたため、マネーサプライの増加に拍車をかけた。2008年1月18日の新券。 100万点500万点1 0 0零万ドルの発行は未知の量だがマネースサプライ増加に寄与した。2008年1月21日後のジンバブエ銀行、総裁がマネースサプライは12月の中頃から170兆、ジンバブエドルに増加したと発表した。さらに、この総裁は2008年1月28日には800兆、ジンバブエドルに達すと予想していた。 2008年3月1日、ドイツの紙幣印刷会社、ギーゼ・ケ・アンド・デブリエント以下、G&D が、週50万ユーロ以上を受け取り、170兆、ジンバブエドルを発行していると、サンデー・タイムスが報じた。1980年には、1.50.2050セントと1ドル効果が発行されていた。1セント効果は、制動性で、その他の効果は、 白銅製だった。1989年、制銅メッキを施した鋼鉄は制銅に置き換わった。2ドル硬貨は1997年に登場した。2001年、10.2050セントと1ドル硬貨のニッケルメッキの鋼鉄は白銅に変わり、合金の5ドル硬貨が登場した。これらコインは法定通貨ではあるが、あまりに額面価格が低すぎて、 カジノの賭博用のコインぐらいにしか使えない。ジンバブエ準備銀行の計画では、新たに5000ドルと1万ドル効果を2005年6月に流通させるという発表があったものの、発行されなかった。3番目のドルにおいてジンバブエ準備銀行は、1.1025ドル効果の新規発行及び急効果の10.2050セント及び2.5ドルへの価値の変換を発表した。 1980年、ジンバブエ準備銀行は2.510.2ドル紙幣を発行した。また、1994年には50ドル、1995年には100ドル、2001年には500ドル、2003年には1000ドル紙幣を発行した。2003年、インフレーションが激しくなり、準備銀行は1000点0.10、0.20、0.50、 0.100、0ドルのトラベラーズチェックを発行した。はじめは1000点0.10、0.20、0ドルだけだったが、2006年中に5万ドルと10万ドルが追加された。さらに同じ年、これらは後で持参人払い式小切手に置き換わった。2006年8月1日、新通貨が登場して1.50.5 0 0と、 1.1020.50100.10.100.1000ドル紙幣、持参人払い式小切手が発行された。また、準備銀行の広告では見かけないが、5ドル紙幣も存在する。5000ドル、2007年2月1日付と5万ドル、2007年3月1日付の持参人払い式小切手は2007年3月に発行された。20万ドル、 2007年8月1日付は2007年8月に発行された。さらに2007年12月20日には25万ドル、50万ドル、75万ドル。2008年1月18日には100万ドル、500万ドル、1000万ドルが発行された。2008年4月4日、新たに2500万ドル、5000万ドル紙幣が発行された。さらに2008年5月5日、 1>, 1億ドル2億5千万ドル紙幣が発行され、同月15日には5億ドル紙幣が発行された。なお、5月15日には持参人払い式小切手とは別に、50億点25、000、000、0.50、000、000、0ドルの特別アグロ小切手が発行された。同年7月19日には1000億ドルの特別アグロ小切手が発行された。 2008年8月1日、新通貨が登場して、1.50.20100.5ドル紙幣が発行された。9月17日には1000ドル紙幣を発行。9月30日には2万ドル紙幣を発行。10月14日には5万ドル紙幣が発行。11月3日に10万50万点100万ジンバブエドルを発行。 発行当時のレートは100万ジンバブエドルイコール8アメリカドル12月3日には1000万5000万1億ドル紙幣を発行12月12日に2億5億ドル紙幣を発行12月19日にこの年30から32番目の紙幣となる10億50億100億ドル紙幣を発行2009年1月12日に200億500億ドル紙幣を発行 1>, 1月16日に10兆20兆50兆100兆ドル紙幣を発行した。2009年2月2日、12桁のデノミネーションに伴って1.50.2050.100500ドル紙幣を発行した。3番目のドルは2009年6月30日をもって無効となった。 100万ジンバブエドルなどの超高額紙幣は過去にハイパーインフレーションを経験した国家の紙幣に比べて印刷物としては高品質で透かしなどの偽札防止処理も世界的に通用するレベルのものが施されている。これはユーロ紙幣など各国の通貨の印刷を受け負っているドイツの紙幣印刷会社であるギーゼ・ケアンド・デブリエント以下 G&D が製造しているためである。 ジンバブエには紙幣を印刷する設備も技術もなく、昔からドイツの紙幣印刷会社である G&D に印刷を依頼している。ジンバブエ政府は毎週50万ユーロ帳を紙幣の印刷費として支出しており、貴重な外貨収入のかなりの額が紙幣の印刷代に消えていることになる。過去には G&D への支払いが滞ったために発行が遅れたこともある。 2008年にドイツ連邦政府がロバート・ムガベによる独裁政権の支援になるという理由で紙幣の印刷受けをよ断るように要請したが G&D は公式にはコメントしていない2006年8月1日、デノミにより通貨が3桁切り捨てられた2008年8月1日、デノミにより通貨が10桁切り捨てられた2009年2月2日、デノミにより 通貨が12桁切り捨てられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。